川北半弟子さんという方は経済界の重鎮、百五銀行の頭取をされた方、最初は趣味で作陶を始めまして、それが高じていろんな方に影響を与えるような作風を見せていくんですね。半弟子さんの生まれた家っていうのはとても裕福な家で、古いものもたくさんあって、小さい頃からいろんなものをご覧になっていて、お茶会を主催したりとか、いいお道具もたくさんご覧になったと思うんですよね。でその中でおそらく自分のお茶碗で人をおもてなししたいっていうのがあったと思うんですね。山傷が入ったのか、声優の時に今ひびが入ったのか分かりませんけども、金継ぎをして見どころとしてると。赤くこうなったところがあると思うんですけども、そこ緋色って呼ぶんですね。その色合いであったりとか、表面に少しこうブツブツとしたこうアバターがこう出てくるんですけども、それもまた見どころになります。でもう一つはその土を少しこう見せている部分があるんですね。あえてこういう素材を使ってますよとか、こういう削りをしていますよっていうようなところをですね、ちょっと見せる部分があるんですね。ひっくり返してみると、高台がですね、このボリューム感に比べてすごく可愛い、小さいんですね。でそれもまた半弟子さんの考えなのかなっていうところもありますので、いろんな見どころが詰まったお茶碗になっているかと思います。